毎日多くの皆さんが生活の一部として車を運転し、自転車に乗り、または歩行者として参加している交通社会。その中で交通安全は誰もが思う願いです。しかし実際は交通事故がなくならないのが現状です。今回は交通事故防止について伊那警察署交通課の田中さんに伺います。田中さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、今伊那市の交通事故の状況いかがでしょうか。10月21日現在までの伊那市の人身事故の発生状況について話したいと思います。発生件数は170件で、去年より9件減少、死者は2人、傷者は217人で31人減少しています。伊那市では減少傾向にありますが、箕輪町、南箕輪村など付近の市町村では増加しているので、その影響で伊那市も増えてしまう可能性があります。運転に注意していただくことが大事です。思ったより大きな数字のように感じますが、私たちはどんなことに気をつけたらいいでしょうか。はい、今回は伊那市内で主に注意していただきたい交差点を紹介します。まずはじめに平成大橋西側国道153号沿いの近くにやってきました。田中さん、ここはかなり交通量が多い場所ですね。はい、ここは最も気をつけていただきたい交差点、ここ市役所入り口信号交差点南です。ここでは今年平成27年中にすでに9件の物損事故が発生しています。この交差点は近くにある店を利用するお客さんが国道を出入りしてとても混み合い、さらに市役所方面のナイスロードへ向かったり、そちらから来たりする車で混雑する交差点です。事故の原因は安全確認が不十分なことです。また市役所入り口信号機の北には旧道やアピタさんの方面へ入る信号機があります。少し遠回りでも国道から西側へ入る、西側から国道へ出るときにはこの信号機を利用していただければと思います。ここではどんなことに気をつけたらいいですか。そうですね、ここはまず事故が多い交差点だということを多くの人に知っていただき、安全意識を高めて注意して運転していただければと思います。続いては西箕輪大ヶ谷にある交差点にやってきました。ここは伊那インター工業団地に通じる道で、伊那養護学校の西側にあります。田中さん、ここは大きな交差点ではありませんが、思ったより交通量はありますね。そうですね、ここも特に注意していただきたい交差点です。ここでは今年すでに4件の物損事故、平成26年中には1件の人身事故が発生しています。またこの交差点は南北に入る道路が優先で、東西に道路、こちらは交差点に入るときに一時停止しなければなりません。この一時停止を必ず守っていただきたいと思います。ご覧のように要注意の交差点であることを知らせるペイントが路面に施されております。こちらから交差点に入るときに一時停止しなければなりません。この一時停止を必ず守っていただきたいと思います。その他にも注意していただきたい交差点を紹介します。まずは西春近小出島区のテルメリゾートさん南の市道交差点です。こちらは出会い頭の事故が多いので気をつけていただきたいと思います。続いては天竜川のケミ橋東側の交差点です。こちらも出会い頭事故の多い交差点なので、天竜川沿いの道は必ず一時停止を守ってください。最後は西町沢の稲バスさん本社付近の交差点です。ここは県道を横断中の歩行者事故が多いところです。歩行者の皆さんに注意していただきたい交差点です。この時期の夕暮れは急に暗くなり、歩行者の発見が遅れたりして事故が起きやすくなります。事故防止として、まずドライバーは早め早めのライト点灯をしましょう。この季節は夕方4時頃から点灯しても良いと思います。これは自転車も同様ですのでお願いします。そして歩行者は反射材の着用です。夕方から夜にかけて出歩く場合は必ず反射材を身につけていただきたいと思います。少しでも事故が減らせるよう安全運転を心がけていきましょう。